怖いこと言ってあげようか。何襲撃だ。じゃあちょっと後で話し合おう。そのそれだけを聞いたらもう何の問題もない襲撃だわ。追われるたびにここに逃げれば無敵だと思ってるんじゃないのか。だから過去のケースじゃなくてお前がここに逃げるから襲撃がつくんだろうか。じゃあ本物の警察署襲撃見せようか。じゃあレッツゴー警察。おー少し頑張れ少し。カバーもらえないとこで撃ちないようにした方がいいよ。撃ちないように。どんどん追いかけますね。俺護送車で落するから護送できる犯人いたら教えて運んでいくよ。オッケー。これヘリアタックっぽいね。ヘリアタック了解。よ。あ、これチョコミントアンブレラじゃねえの？ある程度仲間で入ってる。中部で。あ、これメソっぽいな。いや、これレメ相打ちか？めっちゃ近く飛んでない。大丈夫？スカイフロが。これフロガーやった。フロガーヘリ2台落ちた。違反にフロガーと15億が落ちてる。もう寺院近いわ。やつまた警察署側までいなかったです。小沢護送15億個寺院に持ってかれた。怖いこと言ってあげようか。何襲撃だ。襲撃つかない。つかない。2メートルぐらいとかでガチついてるぞ。つかない。つかない。いやついとるんだって。じゃあちょっと後で話し合おう。こっちもその襲撃のあれについて話し合った上で言ってるから。話し合った上？オッケーオッケー。あのうちでね、うち側で。ああオッケーオッケーオッケー。サブちゃん任しちゃっていいの？ま、これ、ね、だから一旦これごねるからね。マル。庄司さん、庄司さん帰ってきたら庄司さんにお願いしたいな。あ、まあ多分庄司が当事者だから分かりやすい。いないんだよな。え？怪我だけ直します。あ、これうちのボスがなんか後で。5710万で切れますね。いや、別に情報として。うちのボスがなんか後で話したいみたいです、それについて。オッケーオッケー。ま、でも、あれ、勝者やつどこ行ったんだ？あれも死なせちゃいました。あのクロス組んで、絶対逃げないように、スライディングとかでも見逃さないようにしといて。迷走してんだ。インコ前ガン見でいいよ。1000万。あ、どうする？一回罰金切って待つか、それとも勝者来るの待つか。今、穴上大丈夫です。罰金切ってプリズンで、その後全部やるか、みんな罰金。みんながみんなに任せるよ。庄司来るまでここで一旦待つか。捕まってないこれ。どっちがいい？アンブレラの人。何がですか？襲撃って言ってた庄司をここで待つか。一回罰金5000万切ってプリズン送ってその後話し合いするか。どっちがいい？その話し合いがまあなんか例えばこっちがあれだったらじゃあ5000万返金っていう形ですか？あ、そうだね。まあ一旦ちょっと。まあ一旦庄司来るの待つここで。いや、でも全部罰金プリズン。とりあえず多分そっからさらに60分だと多分時間エグいことになりそうだ。あ、じゃあ罰金プリズンやってからにする。一旦もうヘリ行った感じでね。切るね。いいよ。じゃあサブチ一回任しちゃうね。左後ろ。はい。庄司にも話聞くべ。はい、了解。はい、いた。皆さんもう一回ヘリ。一旦庄司お帰り。あ、ございます。これあげるよ。わかりなさい。何ですか？これあのカジノで売ってる赤木買ってる。さあおるか、そのヘリやるわ。捨てる。え、大型はどうしたんですか？大型まだ続いてるけど今情報待ちで。襲撃どんな感じだった？なんかね。赤ね、了解。あ、場所やりましょうか。なんか不服そうだったんだよね、あっちが。ね、今んとこ見まあなんか後でごねるからなみたいな。一旦送ってくれ。後でごねるぜみたいな。まあどんくらいの距離感かちょっとじゃあリプレイやりますか。あ、待って、一回牢屋行くか。一回牢屋多分ね、いるっぽいから行こう。はい、こんにちは。あ、いたぞ、張本人いるぞ。襲撃の根源がいる、ここに。誰いやいや、襲撃の根源あっちだろ、お前らやろ。なあ。まあまあ、俺はまあよくわからないけど、後でなんかあるっぽい。小沢と庄司のヘリだったのか。あの赤いの赤いヘリ。まあ赤いヘリ何台かいたけど。あのでっかいやつ。あ、違う。あの、じゃあ違うわ。あ、じゃあ違う。違う。そう、なんかめちゃでかいやつ。新しいやつか。うん。それ多分個人に持ってかれた。黄色のさ、トラックさ、何関係あるの？あーね。うん。だからその張本人から聞かないとなって感じよね、でも。まあ、張本人がいないんだったら、一旦罰金プリズン、大型終わったら話し合いじゃないか。でも、切られた、切られてないとかなるのめんどくさいから、にゃんこが切られてるんだったら、もう俺も切っといた方がいいんだよ。あ、そう、罰金はね、5000万全員切る。さっき一人入ってきたわ、そいつは。で、多分ワンチャン後で VAR になる可能性がある。なるほど。VAR 判定の可能性もある。いいよ、いいよ。
今からじゃあ行きます、その、あ、いや、お、一旦ね、大型全部終わったらじゃないかな。あ、オーケーです、オーケーです。で、そっちも話し合い入れて、それで行きましょうか。じゃあリズム前集合にするじゃん、終わったら。まあ、そっちが電話くれたらって感じ。電話したらいい、うん、全部終わって、全員出所できたら、ね、言っといていい。手錠されてません、大丈夫ですか。で、いいんじゃない。電話でいい、ちょっとごちゃつくかもだから。確かに。なんか出口が消えたぞ、あれ出口ね。俺とブロックに中入っちゃった。 VAR 確かに大事です。 VAR、 うん、全部 VAR の前例あるから。おお、あ、僕のやつを見るってことですよね。あ、まあそう、そのお互いの話聞いて決まらなそうだったら、はい、お互い見ようねってなると思う。噂送るね。ムラハキのあれですかね、捕まえてるの。クリップですかね。まあ普通にアーカイブでもね。アーカイブで発音変えれば意味あります。私もやってるの。発音変えれば大丈夫じゃないの。大丈夫なんですか、ね、うん、ダメかな。1個前で煽ってたら中に入れられました。それまた直してないから行ってくるよ。持っちゃっても大丈夫です、それ。いいよ。皆さん、あとプリズンを送るだけ。いいよ。アンコスキーと小沢さんとクズミナさんが5000万切った。オッケー、ありがとう。庄司に電話で OK？ マルン、うん、正直でいいよ。うん、正直で電話で OK ね。で、じゃあ、まあみんな、まあ、みんな行ける人は行くけど、警察。了解です。じゃあ、ボス、正直に連絡で OK みたいです。お願いします。失礼します。OK。これ、まあ、出てこないんだよね。じゃあ、OK、送るわ。結構まだ中にいる。今出してもらった。今やっと出してもらったんで、結構だから。リプレイ見てみる。うん、派遣者です。いや、一旦いいんじゃない。一旦話し合いの末でいいんじゃない。あるかわかんないけど、はい、あ、実際のところしまおうとしたら後ろからすごい勢い、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、本当、はい、あ、待って、あ、そういうこと、あ、なんか超空中とかじゃないの。あ、空中っすよ、空中なんですけど。行こう行こう行こう、ヘリポ行こう。墓場大抵ヘリ乗り換えて黄色い風呂場にした。ちょっと聞きたい、先に聞いときたいわ。あ、聞きます、いいですよ。まあ大体、うん、赤いやつに追われてたんで、ちょっと乗ろう。赤いやつに追われてて、僕がこっちから逃げてきたんですよ。こっちから、これさ、ビルにさ、乗せてもらっているんだ。だって逃げて、一旦修理しようかなって思って、こうやってきたんですよ。で、ここで、71あたりにいるよ。で、旋回しようとしたところ、バーンみたいな。バーン、あ、ちょうどそこら辺です。大体この辺ですね。あ、もうガチここ、うん、あ、じゃあもうそれだけを聞いたらもう何の問題もない襲撃だわ。うん、ここでしまおうとして旋回しようとしたら後ろからスピードで突っ込んできてって感じですね。だから僕のヘリも止まるために、そう、旋回でしょ、旋回でスピードが落ちて、こういう風になってるところをやられたみたいな、うん、まあ一旦ここまで聞いたら襲撃、まあ相手の言い分もなんかあるからそれで変わるかもしれないけど、大丈夫、オッケーオッケー、了解了解。まあこの辺もそうっすかね、この辺のこっち来て、あの、まあ明確には、ね、ほぼほぼ明確にはしてないからね、襲撃の範囲を。いただきます。で、正直電話来たら、とりあえず過去に襲撃経験ある人を呼びたいな。あ、横ビルエルヌを置いた。確かに。オールインの人ですか、あ、じゃなくて、あの、警察でなんか今まで皇帝とかさ、結構襲撃経験あるから皇帝を、で、対応慣れてる方ですね。そう、今まで僕も基準が分かんないかも、ね、そう安心か。ブロッコリー、ブロッコリー、高速が来て、で、すごいな。で、そしたら多分中部側に出るから、久しぶりの警察業務からこんなバチバチだね。まあでも楽しい、洗礼ですね、ね、オイラ皇帝マルーン日野蘭とかかな。うんうんうん、この辺が多分何回も襲撃くらってるから。出たチューブ行った、チューブ行った。マルーンどこ。俺今帰るとこ、本所帰るところ。今から庄司が実際にその、うん、向こうからのね、うん、アタックを受けた場所をヘリで飛んでくれるから、そこを襲撃かどうか判定しよう。あ、俺もね、一応さっきはね、さっき見たんだけど、まあ一応もう一回見るわ。黎明も確認してんだよね、それは場所は。一旦僕がこっちのアーティファクトから、アーティファクトじゃねえや、ユニオンから帰ってる最中に地上で見てます。一回こうやって旋回したんですよ、僕止めようかなって。ここら辺で大体この辺っすね。はい、襲撃です。いや、そうなんだよ、その話だけ聞くともうちゃんと襲撃ないよね。これは入ってる、インプレイです。はい、襲撃。はい、襲撃です。襲撃了解。こっからなんか、その場所自体
も内容を聞く限り襲撃だから、襲撃じゃないっていう部分の理由だったり根拠だったりを向こうから聞いて判断する感じでいいんじゃないか。同じ、ね、同じ意見です。何言ってるか分かんないですけど、フリップ見てって感じですよね。いやもう普通、それでも別にいいけど、てかまあ、判断するのはこっち側だから一応、うん、了解。そうだね、あっちは知らないからな、向こうが収益かどうか判断はしないから、ね、範囲は教える必要ないから。うん、勉強率いいっすね。次ですと、あのみんなで認識合わせとけば大丈夫。全員で確認した上で、場所自体が襲撃だから本所上空であって、そう、襲撃の時は起きてる警察官でみんなで話し合います。で、今回は警察官の総意として襲撃だと思います。了解。私たちは警察署なんか興味ない。お前を殺しに追いかけたんだよ。 そうです。そしたらお前は別に護送もせずな、修理も必要なかっただろ、あのヘリ。なんで本所に行ったんだ。いや、私はそうですね、ちょっとダメージ受けてたんで修理しようかなと思って。追われてたからだろ。それもあります。そうだよな。ですけど、ここは逃げ道だと思ってないか、お前。いや、違いますよ。無敵ゾーンだと思ってるだろ。追われるたびにここに逃げれば無敵だと思ってるんじゃないのか。まあでも、言うても襲撃剤っていうものがありましてね。だから、まあ、襲撃剤っていうのはな、はい、なあ、病院、警察、建物に対して行う襲撃だよ。まあでも過去に仲間を助けに来たり、過去の事例で、まあ、上空でも襲撃をついた犯行グループもありますし、私たちは別にあれですよ、アンブレラさんが襲撃つけたい、そんなお金をむしり取りたいっていう考えではなくて、やっぱり襲撃、まあ、過去のケースを、まあ、考えた上で襲撃という判断を下した感じです、ね。いや、だから過去のケースじゃなくて、お前がここに逃げるから襲撃がつくんだろうが、襲撃をつけようとしてるのはそっちだろうが、なんでわざわざ本所に逃げる必要があったんだ今の。まあでも、まあ、いや庄司ごめん聞きたい、襲撃をつけたくてここに来たのか、修理をするために来たのか、何だったの庄司は。いやでも修理のためですよ。そう、一番はそれでしょ。それは何とでも言えるよな、はい、それはな。後からそんな追われてる状態で修理するやついるか。お前犯罪者で、じゃあ修理したいとき、警察に追われてるときできるか。できねえよな。違うか。おい、ちょっと待ってくださいね、ちょっと考えます。かわいい。まあでもそうですね、警察一同で、まあやっぱりここでこれ、このケースを許してしまうと、毎回上で、まあ、襲撃っていうか攻撃が OK になってしまうという事例は本当に、いや違う、お前はだから違う、言ってることが違うって。これを許す許さないじゃない、お前がここに逃げなければよかっただけの話だろ。でも、うん、警察署でその味方からの援護もらうのは警察として普通なんじゃないかな。警察署で援護もらうのは普通？毎回毎回ここに逃げて、逃げるっていうより自分の身が危険になったら警察署で警察官からカバーもらうのは自分の身を守るために当たり前の行動だと思いますけど。いやいやいや、追われるたびに警察署に逃げるっていう、そのしょっぱいことすんなよ。でも自分の身が守るためだったら自分は警察署にカバーもらいに来ますけど。うん、だったらお前らは、じゃあ私たちのアジトにな、張り込んで、その大型行ってない奴らのヘリが来ても撃ってるのは何なんだよ、じゃあ。それ。別にそこは言わなかったわ、別に。ちゃんとやってんのかよ、じゃあ。はい。はいじゃねえ、やってねえだろうが。撃たれたわ、私、この間関係ないのに。それは、アジト前ってことですか？うん。じゃあその罪は、償ってんのか？ちゃんと。なあなあにしてんじゃねえのか？そうですね。まあでも難しいぞ、ね、我々もアジトで巻き込んでしまってもアジト、むずいな。アジトにで巻き込むむずいし、守ってくれるアジトに、まあ、いやむずいぞ。警察署なんて言うんだろう、ちょっとニュアンスが違う気がするんだよな、署とアジトでに逃げ込むのは、まあ普通っていうか、いやだから警察署に聞いて、襲撃してないだろって。
何が襲撃なんじゃん。ウェスカーさんとしては、うん、今回の上空でのヘリアタックは襲撃ではないって当たり前だ。最初から大穴上からこいつを狙ってたな、私はずっと、うんうん、じゃあ本物の警察署襲撃見せようか。じゃあ、いや今はやめた方がいいと思います。何が今はやめた方がいいと思いますって何が、はい、警察署襲撃分かってないんじゃない。どういうものかってことですか。うん、アジトと署の違いがちょっと説明むずいんだよな。まあ、警察署襲撃自体は、まあ、警察署の敷地内、もちろんそれはまあ上空も含まれている部分で、まあ、こちら側としては戦闘行為向こう側からあったっていう風に、で、うん、さっき場所も確認したんだが、まあ、上空の警察署のヘリポート上空あたりで、うん、まあ、庄司が落とされたことらしいから、まあ、全員で確認した上で、うん、まあ、敷地内であるから襲撃罪って風に今回なって、おそらく全員につけたと思うんだが、うんうん、それ法律の話してるのか。で、庄司としてももちろんだからもう命の危険があるから逃げたわけで、うん、それはやっぱ追われたら普通に逃げる。毎回毎回警察署に、まあその味方の援護がもらえる位置に逃げるっていうのは、まあこちら側としてもその中あの、うん、犯罪者と一騎打ちだみたいな気持ちでやってるわけじゃなくて、まず自分の命を優先しつつ、うん、まあ犯罪を行ってるギャングをなんかお互いの考えの違いが出てる気がする。むずいぞこれ。まず優先すべきは自分の命。ギャングと警察の本署に援護はいなかったよな、庄司。まあいませんでした。じゃあなんだ援護って、何の話してんだよ。それはもう心なき警察たちがいるしな、警察署には。なんだ心なき警察署員って。この町には警察署員がもういっぱいいるから、我々が行けてない事件も心なき警察が対応してくれてるし、この警察署にもいっぱいの署員が働いてるんだ。まあ、結果的になかったんじゃないですか。逃げる先が警察署だとして。はい。結果的になかった何が？警察署に警察官が。多分滝が逃げてる最中、多分警察署に誰かいるだろうっていう想定で多分逃げて。だから援護をもらうためにここに逃げたって言ったよな今さっき。そうですそうです。いないんじゃん。まあ、いるいない関わらずそもそも逃げる時点で。うん。そので追ってるじゃないですか、そっちにあのギャング側が。 あ、じゃあ警察に行かれ、警察署に近づかれたら、うん、警察官からのカバンをもらうかもしれない、一旦引こうっていう考え方になる、なるとは思うんですよ、うん、まあ、ならない人もいると思います、うん、けどそれ、その気持ち次第、その気持ちがもう相手への抑止力になるのかなっていう。警察署に近づかれたらカバーが来ちゃう、追うのをやめようみたいな。で警察署周囲がつくからっていうあれだろ。いや、じゃなくてその、だってギャングもわざわざダウンするためにはいかないじゃないですか、うん、その危、そう、な、リスクをじゃないですか、警察署って。警察官がたくさんいる場所の、まあ、襲撃ついてでもこいつをやりたいみたいなね、うん、うん、警察署が、警察署員がたくさんいる場所に対して攻撃しに行くのってなかなかリスクだと思うんで、その場所に逃げる、警察はそこに一回引いて相手もそれで引かせるっていう考え方あってもいいかなと思うんですけど。考え方あってもいいかな。いや、やり方が気に入らないわ。なるほど。普通に、うん、なんかお前らここに逃げ込めば無敵だと思ってそういうムーブ最近ずっとやってるけど、逆にギャングのアジトはじゃあ行っても大丈夫だと思ってるのかお前ら。普通に懐中電灯を持ってギャングのアジトのそこらへん照らしながらうろついてるけど、お前らそれ安全だと思ってんのか、一人二人で来て。やばい、そうなってくると話がもっと難しくなる。あれなんだよな、まあもう一切関われなくなっちゃうんだよな。危険だったら近づかないでしょうね。そしたらもう危険だったら近づかないって危険だろうか。ギャング警察署遊びに来るなんて話になってしまう可能性もあるの。大事なんだろう。じゃあなんで一人二人でお前結婚取りに来てんだよ普通に。ギャングのアジトに。それともギャ多分それが今まで通り通ってたからじゃないですか、ね、そうなるとこうなってこうなっちゃう。一人二人でアジトで結婚取るって行為で、そうなっちゃうんだよな。警察官の身が危ないって。いやいや、やらなかったんだよこっちは別に。いう。ちょっとそこむずいんだよな。あよく考えろよ。じゃあ警察署が危ねえって言うんだったらギャングのアジトも危ねえんじゃねえかって考えたら分からんか。
そこがむずくなってくるんだよな。証拠取ってるのこの子ね、証拠取りに来てる警察官撃ち殺しちゃっていいんだぜって感じですよね、うん、キャンプとしては。沈めて監禁して殺すやろ普通そんなやつ。むずいな。違うか。それはそうですね、危ないです。危ないよな。殺せですか。一緒じゃねえか。むずいな。なんで警察署だけ危ねえんだよ。なんでこっちは危なくねえんだよ。むずいな。おい、結婚取りに関してはちょっとあれなんですけど、まあこっちの認識としてはまあ危なくないって多分認識はあったんですね。なんで危なくねえんだって聞いてんだよ。おそらくはその撃たれないから、やられたことがないから。なんで撃たれないか分かるか。じゃあいちいち言わないからだよこっちは。結婚取りに来んなっていうことですか。当たり前だろ。その危ないっていうことを言ってくるんだ、警察署が危ねえってことを言ってくるんだったらそれもそうじゃないか。これからのこのこ来んじゃねえよ。じゃあむずいな。ちょっとアジト付近に関してはちょっと検討させていただきます。こちらで。なんでなんでボイラが喋ってんだよ庄司。そうですね、まあでも私の一存で決められないので、まあでもそうですね、アンブレラアジトの結婚はそうですね、その気をつけます。ちょっと気をつけます。はい、気をつけます、はい、まあでもそうですね、そちらも無数のギャングがいるので、こちらとしてもまあ容易に近づく場所ではないのは、まあ、肝に銘じておきたいなと思っています。何人構成員がいるかもわからないので。そうだよね、何人構成員いるかわかんないしね。はい、危ないよね普通考えてね。はい、警察署も危ないんだもんね。まあ、そうですね。何人かわかんないからね。はい、そうです。ほんでなので、じゃあのこのこ来ないと。はい、もうまあここ この今回の話はまあちょっと署員全員に、うんうん、まあ共有して、うん、あのアジト、じゃあアジトに張り込んでるのは何。じゃあ張り込み、うん、大型するたんびに張り込んでる警察もいるけど、あれは何。じゃああれはうわ、それもそうですね、危ないですね。危ないので危ないので。お前それこそここで決められん話じゃねえのかよな。いやでも本当に危ないと思います。やっぱり無数のギャングがいるかもしれないので、はい、なのでまあそこら辺もやっぱ警察署員方々にちょっと情報共有して、アジト付近に行く際はできるだけ火をつけて、かつ入り込まずみたいな感じでちょっと検討はさせていただこうかなと思います。検討をさせていただくってなんで、検討決まりじゃねえんだよな。検討ね。検討はいい言葉だぞ。この検討はいい言葉だぞ。検討は大事だぞ。違います。私にもあの上官がいまして。検討は大事な言葉だ。ストップは所長なんで、所長が不在な。所長なんかバカが使えるかあんなもん。我々だけではちょっと我々の質問ではお前らの方が現場に出て分かってんだから所長より答えれるだろうか。あんなポンコツ。最終決定はうちの所長が下す。何が所長だボケナスが。使えるかあんなもんが。どうもポンコツ所長です。おるよ所長が。南署の所長が来たな。お前どうすんねんじゃん。お前話分かってんのかこれ。結婚取りの話かな。アンブレラのなんか。それは本題じゃないな。あ、そっちじゃないの。一回じゃあこっちで確認してから話すね。今回の、うん、話しますね。お前が伝えんとな。ちょっと待ってください。はい、一応赤木さんで決まるかもしれないんでこの話。
そうそうか。そんな偉いのか。お前ら言いたいことあるか、なんか。ヘリ自体も削ったし、追われてるから一旦警察署に修理も兼ねて逃げたんだよ。うん、そうね、で、あ、はいはい、逃げ込む過程で警察署のヘリポート上空で、アンブレラ側によって。むずいな。まあ、そもそも今回の論点、これは襲撃、これ間違いなく襲撃、じゃあ逃げるの、逃げるのは逃げてるだけだろう、でも警察のカバーをもらいたい、そしたらじゃあアジトも危ないだろう、アジトが危ないな。まあやばいよバルさん、僕グジブクソ弱い。いやいや竹谷聞こえない、ちょっと待って待って。いや頑張ってるぞ正直、頑張ってるぞ。いや正直気持ちで負けるな、気持ちで負けたらダメだ。末端のコースいっぱいいるぞ。まあ確かに結婚取りは良くないかもな。うん、俺は確かにアンブレラストの駐車場でフラッシュライトは確かにあんま良くはない。うん、改めてもいいかもな、そこは。そこは確かに改めてもいいかも。それはでもね、確かに改めるべきかもな。ウェスカーの確かにね、反応は不思議、うん、俺は建物の、まあそれはまあ言ったらいいんだけど、家庭を狙ってやったのに警察襲撃、それしょっぱくねえかって。お前らが、うん、その、そう、警察署入れば無敵だと思ってんのかっていう話をしてて、うん、で我々はその、まあ、襲撃ではあるから、その仲間の援護もらうための警察署、こういうのむずいよね、話し合うの自然な流れですって言ったら、うん、向こうは、じゃあお前らギャングアジトに結婚取りに来てんのは何なんだよあれはっていう話。まあでも仕事だからあれだよ、気をつけますって言わない方がいいよ向こうに。それは危ねえだろ、まあ、危ないけど、あの気をつけます、今度から気をつけますって言ったら、今度から気をつけますって言ったら、何取りに来てんだよってなるから、なるほど、検討では一応すると言ったけど、そこは本題じゃないから、うん、別に答えが、襲撃を、襲撃をついたかついてないかで、すごい政治家みたいに検討させていただきます、めっちゃ使いました。いや大事だぞ、だから濁せ、困ったら濁せ、はい、濁しました、素晴らしい、もうそれ検討させていただきます、いい間違い方、はい、ありがとうございます。なんか、そらされたっていうか、一個ずつさ、話終わらせていかない、一個ずつ終わらせよ、襲撃はつきます、で、結婚に関しては、結婚に関しては、まあ、その現今答える事案じゃない、うん、ちょっとさ、あのもうじゃあ本人たちと話していいの、あ結婚に関しては、うん、そうアホが言った通り一旦まず襲撃終わらせよう、うん、ウエスカーごめん、一個一個さ、来てもらってるところ申し訳ないんだけど、みんな、うん、あの一個一個確認したくて、で一個一個話を終わらせよう、ちょっといろいろごちゃごちゃになってるっぽいから、こっちもこっちで、うん、それはちょっとこっちも理解してなかったら申し訳ないんだけど、これ買ってたんだけど、うん、で襲撃にまずついて、うんと思うんだけど、うん、上空で滝を狙ったことで襲撃がついたことに際して、うん、どうなんだって話なんだよね。そうだ、そこに関してはもう終わってるの今この話は、それとももうついた状態でいいってこと、指名手配はそれは撤廃してほしいってこと、違う側に行けとしたら、ね、終わってます、終わってない、終わってない、終わってないよ、終わらすなお前、働いて話に来たんだから、指名手配よりかはもう払ってるから、そのお金の話は終わってます、まあ、罰金は切り終わりました。とりあえず罰金は切られて、今それを物申しに来てんだよ、我々は。ああ、じゃあそれを、じゃあ物申しに来て、うん、結論どうしたいの、ウェスカーは。いや、襲撃じゃねえって言ってんだ、こっちは。ああ、襲撃じゃないことは、じゃあもうお金に関してはもういいから、襲撃じゃないってことを、知ってほしいってこと、こっちに。いや、お金に関してはどうでもよくないな、襲撃じゃねえんだから。襲撃じゃないから取り消せってことだよな。うん、ああ、そういうこと、うん。うん、で警察署員からさ、その以前からうん、こういう敷地内に関しては、うん、襲撃つけるっていう話も聞いたんだよね。え、誰が、私が、そうウエスカー、アンブレラがそれを話したって聞いたんだけど、だからその敷地内に関してはって、敷地内ってじゃあどこだよ、それは明言できないですね、うん、なんで明言できねえんだ、敷地内でつけるって言ってんのに敷地内が明言できないっていうのは意味がわからんだろう。犯罪者に教えちゃうとギリギリ攻められちゃうんで、ギリギリを攻められんようにじゃあ逃げてくんなっていう話じゃないか。立場の違いってもんがまずあるから、うん、まあ犯罪者側は逃走することが目的であり、うん、警察を殺すことが
目的ではないと思うんだよ。いや、何のために、いや、それはなんでお前ら警察が勝手に決めてんだよ。まあ、それはでも、あの、ギャング側は、うん、仲間を作るために。違うぞ、警察を殺す、もちろん殺す気だ、だからまあ、こっちは。まあ、殺す気で来て、その結果、まあ、警察署内で、そういうことがあったんだったら、それに対して相応の、まあ、罰、まあ、今回の場合は警察襲撃という感じで罪はつくっていう、ことにはなる。ことにはなる。うん。だから明確にどこまでか欲しいっていう話よね、ウェスカーからしたら。どこまでが警察主義なのって話でしょ、今の話の中で。いや、そのエリアで決められてるんだったら、じゃあどこまでが警察襲撃なの、うん、こっちは別に警察襲撃をする気で来てんじゃねえんだよ。大穴上で、サーマル見てる警察のヘリを撃墜しようと追ってただけなんだ、こっちは。うん、追ってて、で警察署に逃げ込んだから警察襲撃ね。で、追われたからって言って、ヘリがな、ここに毎回逃げ込む。庄司だけじゃねえぞ、ちなみに。さっきのユニオンも、うん、うん、追われるたんびにここに逃げてくる。それで襲撃だ。何言ってんの。追われるためにってか、まあこっちの事情も多分ね、まあそっちに伝わらないから、まあもうそこは難しいと思うけど、修理の場合もあるからさ、実際、うん、そう、わかるよ、ここ修理の場合もある、うん、でも、うん、じゃあ逆に考えるよ、こっちがな、うん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 、ダメージを負って修理しに行こうとして、うんうんうん、で警察も追ってくるやろ、うん、それで修理できると思うか。できないな、それは。できねえよな。そうだ、そこが、そこが不平等だよな、この街な。そりゃそう思うわ。あ、じゃあすいません、あの途中で話入ってすいませんけど、僕が追ってたエビス君が、警察署に逃げ込みました。僕は襲撃がつくと思ったんで、ボス、まあ仲間にね、襲撃つけられそうなんで一回離れますって言って、離れたらホバリングして、まあ、修理も何もせずまた飛び立ちました。これは修理してたって言い張るんですか。マジか。ただただここの警察署襲撃っていうものに対して、警察署襲撃つけるために帰ってる、もし来たら警察署襲撃つけてやるぞっていう気持ちじゃないんですか。これあれじゃないかな、修理できなかったのは近くにいたから危険と思って修理しなかったので離れました。ああ、離れたんだ、はい、あ、修理中ってなんか固まっちゃうんです。一回も着陸もしてないし、近づいてもないです、うん、ヘリポートに。え、それは本当にじゃあ修理してなかったんだ。じゃあエビス君に聞いたらいいんじゃないですか。うん、まあそこはこっちでも確認してからと思うんだけど。聞こしてくれよ。うん、エビス。買ってくるな、もう一台買うぜ。で、それが2回か3回続いたんで、またその話をボスにしたら、ボスは行っていいってうちで言ってくれたんで、今回。だから警察署に誘導して警察署襲撃をつけようとしてるんじゃないかって話よね。うん、そうですね。あ、そうだ、うん、なんかあれらしいぞ。俺、いや、クラスポーで一旦でもその上空がどこの範囲とかに関しては、今の今そのじゃあどこの範囲までですって細かくは決めてないから、現状ね。分かるぞ。だからな、うん、犯人を護送してて、それで警察署に帰ってきて、うん、でやられて警察署襲撃だは分かるわ、まだ、うんうん、追われるたびにここに逃げてくる、それで警察署襲撃だ、それは納得いかんっていう話だ。うん、でも上空でアタックしたのは間違いないでしょ。でも上空が どこのラインかわかんないけど、そこは、うん、間違いないぞ。でもどうしても どうしても警察側もさ、言えないのはあるじゃん、守秘義務があるから。一応何が言えないんだよ。あのどこのラインとか、ここのラインまでは難しいですよっていうのがあったとして、うん、じゃあこっちでね、こっちの掟上、違う違う、だからそこのラインとかじゃなくて、その、うん、毎回追われるためにここに逃げてくるっていうその行為が気に入らんって言ってんだよ。うん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 。まああれですよね、バリアーみたいな感じ。ああ、そうそうそうだね、そうだね。しょうがない、警察署戻るのが許せるけど、自分たちはそういうことしてんのに、うちのアジトに張り込んだりな、で大型やってない関係ないやつも帰ってきたら撃ったり、うんうん、別にこっちは言ってねえよな、そのこと。でもさ、ギャングもやってない。ギャングもやってない。何をだ。あのメカニックに修理行っちゃってみたいな状況あるよ。メカニックに修理って何があるの。自分ら撃てないから離れるしかなくなっちゃうみたいなの。レギオン、お互いにあるよ、市民の店舗内に、ね、うん、多分ね、お互いにそういうのあると思う。お互いにそういうのある。うん、うん、だからお互いにそういうのあるから、こっちは言ってねえだろって言ってんだよ。言ってねえのに警察だけそうやって、なんか心なき警察がいるからとか言うのはどうなんだっていう話をしてんだよ。こっちは出してねえんだよ、うん、お互いにあるとかじゃねえんだよ。難しいね。そうだね。ああ、うん、オーケー。
まあでもどうな法律に守、まあ、警察が法律に守られてもいいんじゃないの。じゃあ今のウエスカーの話を聞いて、ここではいそうですっていうのは決められない、正直。これじゃあ今後この後どうしますとか、なんかじゃあ撤廃しますっていうのは決められなくて、あのアンブレラがね警察襲撃したことに対して撤廃するって話だったじゃん。撤廃しろって話だ、話なわけでしょ、今回のことに対して。身を守るために、まあ、はい、はい、バーニアーは、まあ、じゃあそしたら、言い方が良くないけど、言い方良くないけど、今後、同じようなことが起きた場合、またこういうことになるわけじゃん。うん。実際。うん。うん、一回こっち側で話し合った上で決めてもいい？今回に関しては、いや、絶対やめて。お願いだから。お願いだから絶対やめて。襲撃はなしにしていい。いや、なしにして、いや、一回なしにしよう、もう、で、話し合った上で、その後に、じゃあ、つけるのはつけていいんじゃないか。こんにちは。何をすんの、お前、プラル。何あれ、何あれ。ちょっと待って、すいません。何あれ。結局、うん。そこの、警察襲撃つけるために、やったかどうかっていうのも、今はその話してみないと分かんないから、本人たちとね、いやそういう意図があったかも分かんないから、分かる分かる、だから、ここで決めれる話じゃないんだよ、これ。いや、そうなんだよ、もっと簡単なことがあるんだよ。66でバトルだよ。今何て言いました？66でバトル。こっちが勝ったら襲撃じゃない、お前らが勝ったら襲撃でいい。いいじゃないですか。ああ、いいじゃん。いいのか。ちなみに俺は参加してないから頼むよ、じゃあみんな。いや、当たり前だろ、俺言ってないもんだって、その場に。まあ、ボスだろ、ここは。ボスだよ。ケツ吹かんぐらい。あ、じゃあケツ吹くわ、やろうじゃん。おぉ、誰が出るんだ、少女は出るよな、もちろん。あ、もちろん、僕が出ますよ。66の簡単なルールとかでどんな感じか聞いても。うちへ、うちへも対象戦よ。くるりとか。パクソルとかで。一人出て、打ち合って、勝ち残りよ。うん、なるほど。それを繰り返していって、先に全滅した方がってことだよな。ちょっと救急隊の方呼びますね。あとでももちろんだと思うけど、警察署襲撃以外はついてるよね。それはつけるでいいよな、さすがに。もちろんもちろんもちろん、ミッションだな、関連の。もちろんもちろんもちろんだ。で、誰が出るんだよ。この4人、この4人とりあえず話し合いで、この4人俺はもう確定しちゃってんの、もう。まあその2人確定ね。はい、だからアンブレラと6対6の勝ち抜きバトルを行うことになった。マルーン皇帝出ます。あと2人、庄司、赤城蓮、花沢マルーン、皇帝、アットに募集中。エビス、どうやったらどうせ捕まえれるんだ。フリーダムじゃない。で、ボイラ先輩行きますか。ボイラ先輩、なんだ、ほら、覚悟ありますか。覚悟、ちょっと行くわ。ボイラ先輩も行きます。ボイラさん、ああ、じゃあ私の決まりましたよ。カスよ、はい。あ、持ってるって。覚悟決まった。あと、あと、恵比寿皇帝。覚悟って何。恵比寿皇帝どこでやる。じゃあ俺何、武器はピストル。いや、普通にアサルトで、地下駐車場のアサルトねえわ。ここの間開けた。何やるの？何やるの？駐車場か。66だって。どういうこと？66勝ち抜き戦だよ、ボイラ。勝ち抜き戦？ボイラさんする？どっちかない？打ち合いってこと？これで6で。打ち合い。こっち。あ、エビスや。いいぞ、エビス。じゃあ6だから大丈夫だよ、この人数で。あ、大丈夫だ。66だから。マルちょっといい？はいはいはい。もう打てない。わ、怖い。おはようございます。おはようございます。ねえ。はい。俺半月ぶりでめっちゃ不安なんだけど、銃撃ってないんだけど、ずっと。連戦敗。どうでさえ。あなたならできます。ねえ。まあ場所は普通にここの開けた駐車場が。いいんじゃない？あ、いいですか？うん、一直線で。じゃあ誰行く最初？これアーマーとか大丈夫ですか？アーマーないよ。足りないようでしたら取ってきますよ。アーマーない？これ何で戦うの？あのクルリンパの打ち合いです多分。アサルトです。あ、アサルト。ダンスマン。ちょっと待っとって、アーマー乗ってくる。じゃこれライオットでシャドウにたまたまにするか。ライオット動きます、バックします。頑張ってくれ、庄司さん、これ差し入れだ。
チャリンコが。警察署に1台来てください。こんにちは、警察署に。その側もなんとか打ったらもういいじゃないか、マックさん、多分ボイラーも出るのか。ああ、出ます出ます。一瞬警察にする。オッケー、注文します。いや、そうはならんやろね。リオ君いた方が強いと思うけどね。いいんじゃないですか。まあ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 。それもそれからもないのさ。え？あやぶそんなに中途中途中途でした。お天か強制メートル。いや違う違う違う、目の前に目の前に。まあこんなもんで弾後ろ飛ばねえか。こんなもんか。つまんな。一旦帰ってくれ。河野さんが抜きでやる。確かに君が手を出そうとするかもしれません。いい感じいい感じ。ええー、や。まあ法律は縦にするよな。まあその話は後でしよう。まあ、いいよいいよ。一旦俺たちはこれに集中しよう。ああ、それは全力で勝ちよ。警察の名誉のためにも絶対負けちゃいけない。負けられない戦いだ。これもうみんなあれガチで勝ちに行こう。はい、これを許してはいけない。条件なしだ。じゃあちょっとみんな、ね、あれですね。じゃ応援団、あの玄関階段立ちなさい。玄関の応援団は、はい、やだ。これどこやんの。この駐車場っす。似顔めー、はい、この打ち合い本当に何障害物なし。やだ。じゃあ手合わせましょう。頼むよ。本当にみんな信じてるから、はい、よし頑張りましょう。先方順番決める。順番レッツゴー警察まあ順番決めよう。温度差上げすぎて風邪ひきそうなんだけど、マジで。順番どうする。まあ今回の争点にあった庄司がボスだろう。庄司が最後。大将ね。大将庄司で。ウィスカーとやらせたいよね。うん。むず、いや怖い、やばい。大将はさすがに。じゃあ、レン先輩が5番目で。いやだ、僕ブランクある、ブランクある。いや、俺もなんだよ。言ってよ、さっきそれ。いや、5番赤木レン、6番庄司ね。俺もあるんだよ。じゃあ、俺たち4人で、まず1、2、3を決めましょう。先方いい、ランク低い順でいくか。恵比寿で、時報俺。で、俺こう。3番って。俺副所長のマルンは4番手じゃない。まあ交代副隊長だから5番やね。ずるよ。あ、そうか。4番じゃない。5番いく。1位恵比寿、2位俺、3マルン、4皇帝、5赤木蓮、6庄司じゃない。まあ1、2、3でもう割とこれってサブマシンガンでもいいから。いや、アサルト統一の方がいいんじゃないですかね。だから4までストレートいけば俺らの勝ちだよね。そうだね。まあ一応やるにはやるだろうけど。ちょっと一緒に戦いたい。恵比寿、俺、マルーン、皇帝が打ち勝てばもう勝ちです。いや、もう作戦がある。どうした。恵比寿6人全員抜いてくれ。いや、重たい。頼む、恵比寿6人全員抜いてくれ。これ絶対勝ちに来ない。ダウンするの見えてるもん。ダウンしたっていい。これアサルトライブでいいんだよな。背負いすぎるな。削るわ。削るわ。アーマー回復なし。じゃあそこはルール聞いてないけど、決めないとね。いや、アーマー回復できないだろ、これじゃもう。引き継ぎでしょ。まあ、アーマー回復なしでいいんじゃないですか。回復もなし、普通に。出血死ぬけど。ちょっとじゃあ、ルール話してくるわ。アーマーだけなしでいいんじゃない。じゃあ。アーマーなし、その、付け足し。出てくるんですか。リオ、なんで出ないんだ。面白そうっすよ、これ。リオくん。なんで出ないんだよ。出ないよ。だってもう6人待ってるっすよね。僕の代わり、僕の代わりに。いや、庄司は絶対出ない。庄司は出ない。お前だね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 。イケボロくれ。いや、絶対行くな。ダメ？手錠外しな。あ、ほんと？飛び出してくるよ。いいんじゃない？マルクルブレ。これは関係ない。全然相手のは行くっすけどね。いいな、マックさんはね、大丈夫だ。順番決まったって。本当に？あの、時と場をわきまえてくれる真摯な方です。でも、さっき入ってきたよ。マクさん、私は挨拶をしに来ただけなのさ、バカ。すいません、マクさん、参加する人聞いて。いるね。はい、絡み合って。まず後ろ向いてて、始まった瞬間にローリングでスタートだって。回復は？回復なし。てか回復知らない、多分。あ、もう連続で来るってこと？連続じゃないから、終わった後の出血どうすんだ？終わった後。終わった後は、回復だけど。
あ2戦目行く間にじゃあアーマー回復はなしで回復だけ OK ってことね。え、1対1で終わったらそれでその人はもう終了じゃないか。いや、そっちは誰だ。勝ち抜けだからどんどん残ってるはず、うん、あ、残り勝ち抜けでいいのじゃあですか。あ、勝ち抜けだよ。で、出血のアーマーはどうします、その勝ち残った人の。終わった後は回復していいよね。うん、回復でいいんじゃないか。了解、両方回復だ。回復してまた回復する。了解。エビスかな、こっちは。じゃあ最初、エビス行け。俺マジ、もう第1エビス、大丈夫だ。負けたっていい。後ろに負けたっていい。後ろに先輩たちがいるだろう、信じてくれ。頑張れエビス。やったれ、ニャンコ。よかね、ナイスマンス。やったれ、やったれ、エビス。ニャンコもいい。いけエビス、行ったれー。やったれ、やってけー、許すなー。頑張るか。トーリングからスタート。なんかの合図があるはずだ。ウエスカー、なんかアイズあんの？いや、所長がやってくれ。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと待ってね。いいカメラポジゲットした。発砲スタートで、あのサプレッサー消したんで。サプレッサー消した、了解。いきまーす。いいよ。ナイスいいぞエビス、ナイスエビス、ナイスエビス、オッケー、いいよいいよ、出血止めて出血止めて、ナイスナイス、勝ち抜きです。アーマーも回復も全部オッケーです。勝ち抜いたらアーマーもオッケー。やめろやめろやめろ。アーマーもそれはやめといた方がいいかもです。回復しとけエビス。アーマーももちろん、アーマーもアーマーも、アーマーも来て、ちょ一応確認しよう。いいよいいよエビス。鎮痛器だったら絡めて OK になっちゃうな。はなしで。用意できたら言ってくれ。もうちょい待ってね。リラックスリラックス。血が止まんないや。我が輩にくれて。余裕は。すまないすまない。あの緑の丸も倒してくれ。あー倒したら倒したね。いや。髪型似てんな、なんか二人。おまけだよ、エビス。頑張れ頑張れ、いったれいったれ。あともうちょい。あ、待って、もうちょいだって。これはきょう。これで終了。また気を取ってくれ。グラッチパイレッツいきます。グラッチパイレッツ。よし、オッケー。はい、エビス準備オッケー。おーい。エビス、エビス、期待のエビス、エビス、出血大丈夫か？もうダメ。一発当たってないらしいからいけるらしいぞ。ダメです。おいおい、マキオ体調悪いじゃねえか？準備 OK、二人とも。OK。オッケーです、じゃあ行きまーす。よーい。エビスやばい。エビス。マジかよ。エビス、いいぞ、警察背負ってんね。マジか。マジ。エビス。やばすぎる。あの女の子に目ついてんじゃねえの？でん。ででんででんでもいいぞ。マジ。ででんででんマジ。ででんででん聞きたいよ。かっこよすぎるだろ、エビス。かっこいいガセ。これ沈めといてくれ。食われてるぞもう。リラックスリラックス。いつでも。オッケー。お守りもいい？いいぞ。オッケー。行きまーす。よーい。エビス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 、何が起きてんだエビス。やばすぎ。エビス。やばすぎ。強すぎ。エビス。強すぎる。強すぎ。頼もしすぎるぜ。やばすぎる。頑張るぞ。二人だ。オッケー。ほっ、はい。あいつ少女テラやってくれ。持ってないよ。でも相手あと1キルでエースだぞ。ちょっと。オッケーです。オッケー、じゃあ行きます。よーい。
だーし。いやー、よく頑張った。もうよく頑張った。よく頑張った。よくやったぞ。タイミス。いや、頑張った。頑張った。つないでくれたぞ。おい頼むぞ、クラッチしてくれ。ボイラ先輩、信じてますよ。もうちょい待って。何言ってるか分からないと思うが。だからエビスは背中を背負ってる2人。頑張れボイラさん。背中を背負ってる2人ね。ボイラさん。ボイラも強いからな。ゴン大丈夫だ。あいつ髪の毛ないから防御力低いぞ。ボイラさあ、引き締めろ。オッケーオッケー。ゴン来い。オッケーになった理由ね。はいはい。フラフラだな。背中を何かの背中を感じるぞ。ボイラー、あの背中向けてね。背中同士でな、語り合おうか。何言ってんだお前。ボイラーそっち見とけよちゃんと。ええ。いいですよ。オッケー。ボイラーもオッケー。はい。オッケー。いきます。用意。うわぁ、ボブナイストライ やった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 ボイラさん笑うなぁ。あとはこれでコテ俺です。あれがちっちゃいだ、やかましいな。よーし、はい、こっち準備 OK。オッケー、じゃあ、キノコやれ、あのキノコ。任せてよ。よーい。なんだこれ、何が起きてるんだ。何が起きた。まる、回せろ。やばいぞ、あいつ。あいつやばいぞ。ホーテーさん、ホーテー。あいつやばい。ホーテーの背中には国がいる。ホーテーさん、お願いしますよ。ホーテー頼む。すごいな。最近髪型変えてから調子乗ってるぞ。ありがとうございます。はい、失礼します。やばすぎる、あいつ。準備 OK、 2人とも。はい、俺大丈夫。これでも OK？ OK。 いや、強い。ゴン強い。よーい。嘘、ホーテー、マジでホーテー信じてたぞ。ホーテー信じてたぞ。ホーテー信じてたぞ。ゴン、ゴン、コンテー、ゴーゴーゴー。これ最終ボス来るぞ、ボス。皇帝ジャイアントキリングだ。皇帝決めてくれちゃっていいぞ。皇帝もオッケー。これが勝てば警察集権だな。はい、そうです。あれ、皇帝ありがとうございます。蓮先輩と庄司がまだ熱い展開。そうだ、誰か頼む。象徴頑張ってください。頑張れ。これ任せた。俺レン先輩昇進。最近 GTS で裸になってますよ。で、こんな勝てるか。余ってんじゃないか。GTS で裸。じゃあ誰か頼むわ。いいっすか、アージャン。いいよ。OK ですか。はい。よーい、スタート。いいんじゃない。うわー、やばい。大将戦。昇進、お前自分の手で決めろ。絶対負けねえ。警察舐めるな。武井任せた。庄司頼むぞ。やってやろ。自分のケツは自分で拭け。頼む武井。頑張れ絶対負けねえ。背負え庄司。頑張れ武井、行ってくれ。自分のケツは拭け。じゃあ私ここで頼む。行ったこの日が消えたら銃を撃ってください。いきますよ。火が、ちょっと待って、ちょっと待って、何なんか、なんかもう火が消えたら、火が消えたら、火が消えたら、ちょっと待って、めっちゃむずい、やめてください。これいや、銃声鳴る、銃声鳴る、銃声鳴るよ。見えないです。2部頼む。2部が、2部ガイズします。2部庄司先輩もいいですか。はい、お二人とも OK ですね。じゃあ行きますよ。ありがとうございます。よーい、スタート。完璧なタイミング。頑張れ、武井。庄司、庄司頑張れ。庄司、庄司、庄司、てめえ、庄司、何だよ、襲撃だ、この野郎。おい、これ消せ。お前たち襲撃取り消せ。取り消してやるよ。うわ、すごい戦いだったな。
これは警察が来るということになるのでよろしいでしょうか。いや、よろしくはないです。よろしくはない。よろしくはない。返してもらってください。はい。あげたんが来るってボーラさんが出たから。ボーラさんが来るって言ってないよ。やるよ。俺がまとめて対応するね。ありがとう。マルーンから返してもらいたい。待って、じゃあ一人ずつ行くぞ。はい、じゃあ一人目の番号。126。脇を126。5000万でね。はい。よかったよ、みんな。いや、滝を5000万。どう？はい、確認よろしく。次。215に5000万。215。215 OK よ。215に5000万からによろしく。小沢。173。173。5000万。あともう一人ここにいない人がいるから。あ、くずみないもんしんか。すいません、うん、じゃあ小沢に払うよ。に反省会だあ、じゃあもらっとく。もう一回番号言おうぞ。173言い訳させて。173あ、言い訳マックさんも準備してる。一応ダメージを与えた。私は一応レフリーをやったから121です。あの花火の話ですか。小沢かな。花火の話。じゃあお気持ちだけ。うん、小沢さん、何何危ない。私一応レフリーやったから。ちょっと待って、間違えた。西野に送っちゃった。すいません、マックさん、西野に送っちゃったんで、西野から請求お願いします。パクさん、この地区からですか。パクさん何番？西野に送っちゃったんで。121です。121？ はい、121。いや、惜しかったね。いや、もうめちゃくちゃ惜しかったな。やばかったな。どれもやってますね。そうだね。つながってんじゃない？ちょっとなまりすぎ。はい。経費だけ抜こう。なんで俺121に送んなかった今。2億か、2億引き出さないとな。まさか最後対象戦になるとはな。電話番号書きます。このリス関係ないんだ。いや、何やってんの。すげえな。あの最後まで聞かなかった。そっちか。はい。あ、西野ごめん、あの誤送金です。少ないですけど。そうだよね、ボイラとマルーンから送りに来た。あ、あげる。すいません、あげる。あげる、俺のはあげる。100万円来た。うん、いつもありがとうということで。またね、ガスタリー言ってくれ。いや、いいよ、ごいいの。うん、お、はい、ま、分かった。はい、またね。うん、またね。はい。何もしてない。大丈夫。あ、来た、こいつもだ。あ、あ、くずみなみ、あ、ね、小沢にね、返してる。なんだ。あ、オッケー。くずみ156。何してたんだ。だけでやんだ。おむさこいつ。お前もう逃げんじゃねえぞ、本州に。現場で見たら、お前真っ先に寝るからな。やってやろうじゃねえか。いいだろ、次はもう正面から行ってやるわ。じゃあ正面から、そんな時は永遠に来ない。飲んでやれよ、クソったれが。あの、多分お前正面から行ったら集中砲火食らうぞ。それは逃げる。それは逃げる。あ、じゃあゴム運転するわ。やっぱなんかちょっと嫌な予感する。なんか嫌な予感する。どうやって飛び立つの？なんか嫌な予感、ちょっと離れた方がいい。ここでやったら襲撃だよ。ここやったら襲撃だよ。調子ま。絶対絶対やるなよ、絶対。おい、少々お前。おい。なんだって？やめろ。絶対絶対だぞ、襲撃だってやめろよ。え、いつかやめろ。やめろ。正直すごいサブローで一つも立ってた。おい、そんなもんか。お前なんで立ち向かうんだよ。なんでよ、もう負けた。ウエスが負けた。ウエスが負けた。どうしてくれんの、おっちゃん。やめろ、やめろ、やめろ。もうちゃんと二人か。バカだ、マジで。マジでバカだ。わー。仲良く。今救急高いと分かるの。ナビ大会これもう最低です。ちょっと早かった。もう襲撃でさえ、これが襲撃だ。分かるか、正直。しますか、それはね。分かりました。じゃあ次はアンプレラジオさんにこれやります。お前分かってねえじゃねえか。お前反省してねえじゃねえか。すいません、本当に反省します。すいません、本当にすいません。でね、分かりました。こういうことなんですね、襲撃って。襲撃はこれだよ。分かりました。
戻すね。いいそのまま。あの時計にも襲撃つけようか、この後も。ダークカーペットをしましょう。共犯な話をしてる。いいですか、全部押してください。わかりました。青い告げてこれ怒ってるから。ありがとう、マックさん。共犯だろ、もうこれ。指輪の手は私が一人から。誰か救急隊の方呼んでください。え、呼んでよ、今。いや、多分来てくれてると思うぞ。多分来ると思うから。いや、大丈夫です、マックさん。あ、待ってください。いやいやいや、大丈夫です。いやいやいや、普通に連絡してるから大丈夫だろ。もう一緒に送るわ。了解。いや、でもいい勝負だったんだけどな、ベスさんと。はい、じゃあ戦闘機ガレージ戻しますね。まあなんか、アンブレラと一悶着あったんですよ。おお。これで襲撃をつけたら違うだろうっていう。まあ、場所だね、これ。場所は間違いなくつくね。襲撃ないだろ。所長はどう思いますか、所長は。これな何があってユニオンの炎上です。ユニオンでヘリに追いかけられて。これどうやって止めるんですかこれ。あ、帰るよ。なんかあ、お願いします。TV。一生同じの流れるね。大丈夫、猫にする。はあ。オッケー、ありがとう、見えた。大型があって、それで大型の。あ、でも今から話しますよ。はい。おおお、じゃあまあちょっとじゃあ話。今日のサム明日のサムネのタイトルはなんだって襲撃だってですか。もうやめろってジャックバーワーのアイコンと一緒に。襲撃なんだって。スーさんもうオレンジ色のちょっと俺が言うのはいいけどさもうなんかもう、 もう言われすぎたらもう意味わからんくなるから。てか所長しかもまた今日もタイミングいいですよねなんか。猫見てんのに。あ、猫見てた。ごめん。たまに聞くとこ見てた。君見てたダメだよ。そうだ。バチ当たった。たまに聞くとこ見てた。バチじゃないよ。で、まずとりあえずあの襲撃があったんです。さっき映像見てもらった通り。うん、襲撃があってで上空の場所。でもビール開けたの誰が。アタックされたよね。アタックされたことについてアンブレラが襲撃じゃないって言い張ってきたんですよ。今ビール、じゃあビール飲んでる。ビール開けてるやつ。今ビール飲んでる人が。絶対俺か。絶対俺か。やったな。全然話すまい。どうすか。ちょっとあのプッシュからのアーがちょっと。飲まなきゃやってらんないよな。少々行こうも話なんですよ。マジ。で、まあ、で襲撃があってでアンブレラが警察署に話し合いしに来て、これは襲撃じゃないだろって話になったらしいんですよ、はい、襲撃だよって言ったほんで、で襲撃だよって話だったんですけど、うん、襲撃にしたくないからって話になって6対6になったんですよ結果的に6対6でやり合ったら襲撃 つけないみたいになったんですよ。そもそもそのなんでそうなったかっていうと、うん、あっちからしたらその襲撃をしたんじゃなくて、あの逃げてる庄司を追って倒しただけだみたいな。ああそうだ、別に警察署がうんぬん関係ないんだみたいな。だから庄司を殺すためにやったんじゃなくて警察署を襲う意図はないっていうふうに向こうは主張してる、うん、そこの話知ってる人が話したらいいやもん絶対。けど位置関係見たらどう考えても襲撃だよって言ったら、うん、なんだっけな、じゃあお前らなんか毎回そこ逃げてはいバーリア警察襲撃罪状つけるぞみたいな感じで逃げてるけどそれしょっぱくねみたいな、ほうそんなんいいのかみたいな、なんか法律盾にしてるだけじゃんみたいな話的には。だから警察署の上空に逃げ込んで、うん、逃げ込んで修理と見せかけて襲撃させようとしてんじゃないかっていう感じで言われてましたね。おね、でそれをやってく警察をやるのにあのアンブレラの何アジトの方アジトのところでは結婚最初とかすんのかよみたいな話だよね。うん、それを引き合いに出されましたね、うん、会話で。うん、でも警察署襲撃っていうのはどういう状況で起こったら襲撃になるかって明確に決まってるだろう、うん、それって伝わってないですもんね、もちろん、うん、ギャング側に、うん、エリアは明確に決まってますね、まあ、ねそれは言えないと思うんで、ギャング側にどこまでだよみたいな感じのこと。まあでも言ってしまえば警察署の上空で警察のヘリを墜落させたらそれはもう明らかな警察襲撃。まあ、そうだな。あの映像見る限りは襲撃だったな。うん。で法律がなんか法律をなんだ盾にしてどうのこうの？なんか襲撃
俺たちにつけさせたいんだろう、だからそうやって警察署に逃げるんだろうって。まあそうは言われても盾なのが法律だからな、そもそも。まあ、法律に守られていいっすよね、うん、警察は。いや、法律っていうのは守るためにあるものだから、それは別に法律を盾にするっていうよりかは、うん、盾として存在するものが法律だからな。いや、盾、まあでもなんかあっちの方もそうわけじゃないですけど、うん、盾とかっていうよりかは、そのなんかそういう感じで警察側もたまに煽ったりするじゃないですか、あの警察襲撃つくつくみたいな感じで。ああ、そういう、それはないな。煽る、警察署襲撃つけるぞっていう、そのあれだろう、だから警察署内で警告としてそう。あ、警察署襲撃つけるぞ。いや、それを言ってる、ちゃんと言ってる人はいるんだけど、たまになんかふざけて言ったりもする人いるじゃん。こういうのがあったりするからじゃないか。その、だからさっきのみたいな直径の流れで、はい、警察署襲撃ってこと。そう、そんな感じので、まあ、それは状況がまた違うから、うん、まあ同列に並べることはできる、うん、違うと思う。あれですよね、ヘリで後ろから追っかけてきているときに、おい、け襲撃つけるぞーっていう感じですか、レン様みたいな。あー、そうそれは、それはいいんだけど、事実だから。それは大丈夫なんだけど、警告っすよね、うん、あっちのことを思って、うん、っていうか、まあ何にしろその警察、出勤しました、おはようございます。そう、警察の、あれは破線部屋近いところで会議してる。多分また絶対これ起きるんですよ、こういうのってゆくゆく。あ、なん、毎回よく起きるかな、うん、どこからどこまでが警察出勤なんかしないんかみたいなやつ、それ起きると思うんで、うん、もう正味別になんかグレーゾーン取られたとしても、もう明確にしたから一番楽だと思うんですよね。それは明確にするのは本人たち同士ではいいかもしれんが、うん、それがまあ何を言ってるか分かんないが、なんか文字たちに伝わるとめんどくさいから。あ、それはだるいね、確かに。だからこそ言うべきではないっていうのが前提としてあるから。うん、でも前の結局これって問題になってる なってるとさ、結局どっちみち来ないこういうやつら。法律に対して文句があるなら裁判じゃない。裁判とか主張案件じゃない、うん、まあそれもそう。いや、不服があるなら裁判でいいと思うけどな。裁判っていうか、そう、こっちに対して明らかに不当な警察署襲撃の罪状をつけられたっていうふうに向こうが感じるんだったら、うん、異議申し立てをすればいいと思うけど、こっちは正当な理由で。だからとりあえず、まあなんか俺が、まあ、あのタイミングで話介入したのもあれでしたけど、明確にその場で決められなかったんで、一旦じゃあなしにして明確に決まったら再度つければいいんじゃないかってしたんですよ、相手に。ああ、なるほど。はい。だからこの場だと絶対長くなるから、でその場でポンポン決められないと思うんで、起きてって。だからその場で、収益を取り消しにしてなかったことにしようってなったんだけど、それだとまあ先延ばしになっただけで解決してないだろっていう言い分で、うん、まあ、決めようぜっていうので、アンブレラ側が6対6の打ち合いで勝った側の意見を飲むっていうのを提案してきて、警察はまあそれをまあ飲むって形になった。で、その結果アンブレラがまあ勝利したから、まあその今回の件に関して、一連の件に関しては襲撃っていう罰金はなかったことになった。これ次から他のギャングも同じこと言ってくる。いや言ってくる。だから一旦今回は今回やってることでしょ。でさ、これ襲撃に限らず、普通のなんか強盗、金強盗、なんなら強盗法でもそうだよ。金が割れたら、一旦その意見が割れたりとか異議がある場合は裁判ないし市長にっていう話じゃん。うん、そうですね。うん。まあその都度はちょっと市長にはちょっとね、お仕事してもらうことになるけど、こういう流れ。まあもうでもやってしまったもんはもうしょうがないけど、次からもうちょっと強気に出ていいと思うけどな。全然なんか文句があるんだったら俺に言ってくればいいし、だからその向こうがね、その警察署襲撃で、それが警察署襲撃に該当しないって思うんだったら、それ相応の理由を言ってくれればいいけど、その警察署襲撃バリアーみたいな言うのはちょっとあんまりなんか理由として、そうっすね、まあこっちからすると、うん、そんなことしてないのに警察署襲撃つけたくてつけてるわけじゃなくて、されたからつけてるわけであって、まあな、法律が適用されるか、気持ちじゃなくて事実だからな、実質ダウンはしてるから武井も、うん、そうっすね、うん、だから別にもうちょっと強気に出ていいと思うけどね、警察として。なんかやってないがその場だと確認できなかったんで、
まあ、その場で確認してもよかったんですけど、誰がやったとか言われたんで、こっちもこっちで。ああ、なるほどね。はい。まあ、判断できないと思うからね、まあ、その。警察署員一同としては、全員がその竹井に事情確認して、その場所、実際にその攻撃を受けた場所を確認して、これは襲撃で間違いないっていう結論は出てたんだけど、うん、その話し合いの結果、向こうも絶対に引き下がらないって感じで、おお、まあ、口答え、まあ、口論にはなったね。結論だけど、そりゃそうだよ、向こう、いや、そりゃそうだよ、向こうもだって、つけられたくはないの、うん、つけられたくはないから、絶対向こうも引き下がらない、そう、一回ね、抜いた剣は収めんだろ、そんな、まあ、ギャングだし、ね、こっちからね、いや、襲撃ですよ、つって言われて、あ、いや、そうですか、じゃあ、分かりました、襲撃ですよね、納得しました、つって。そうはしないと思う。だからもう向こうが言ってきたら、もうこっちはもう粛々と対処するのみでいいと思うけどな、もう。まあ、その言い合うんじゃなくて、もう事実を述べてってことですかね。うん。あれだぞ。そう、だから、みんな別に法律に自信があるんだったら、弱腰になる必要ないからな。だから向こうが、どんなことを言ってこようが、どんな勢いで言ってこようが、我々は法律のもとに動いてるっていう事実があれば、別にそれは何ら間違ってることはないから、なんか、なんだろう、警察としてもっと強気に立ってていいと思うぞ。この法律も俺たちが作ったものじゃなくて、市長によって伝わられたものだから、責任が俺たちにないから、もう責任は市長に投げれるのよ、従っている限りはね。そのどういうふうに、そのなんていうのはね、強気に警察として法律をこう遵守していくかわかんないって言うんだったら、全然それは人に聞けばいいし、わかる人にね。あ、だから、まあ、なんだろう、その情報じゃないけど、まあやっていいというか、やるべき情報とやらなくてもいい情報があると思うんでね。俺らはギャングと対等な立場で、そのギャングと示し合わせるというか、ギャングとこう話をまとめるんじゃなくて、ギャングが起こした行動に対して法律っていうその実力を行使して、向こうに対して罰則を与えるのが仕事だから、そこに対して自信は持ってていいと思うぞ。はい、なんか名前呼ばれてない、うん、大丈夫か、大丈夫かな、これ大丈夫か、これ所長今のもしかして誰か名前呼ばれてたよ今。テレビじゃないですか、テレビか、テレビって奥のテレビが、まあまあ、これオフにしてる音声、いや、まあ、いや、テレビってことでしょ、テレビってことでしょ、ワンちゃん俺のママが呼んだかも、まずいまずい。うん、まあそれだけだよ。じゃあ今後の対処としては、こういうことがあったので、うん、今回はこの法律を、まあ警察署襲撃を適用しました、もし異議があるなら、裁判をしてください、うん、でいいんですかね。まあだから警察判断が難しい場合は、その場にいる警察でこうやって話し合って決めればいい、うん、いやだから話し合おうとしたけど、でももう話す気が、何、待つ気がなかったんで、あっち側からすると、まあなんか正直、いや待たないんだったら、じゃあもうそれでは切りますって、もう強気に出ていい、うん、そう、まあ訴えがあるなら裁判でしてこいよって、そうそう、だからこっちが向こうに変に法で戦うってことですよね。そうそう、向こうに変にへり下って、向こうの言い分ばっかり聞いてやる必要はない。うん、まあ、正直今回はその、まあ、襲撃だって警察署員の判断になったけど、うん、相手の土俵でうまくなんかやられた感じ、うん、そうだな、そうですね、うん、うまくアジトが、まあ、うんぬんみたいな、そう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 、私が出ちゃって、まあそもそもだからもうその土俵に乗らずにって感じですよね、多分所長。そう、もう土俵はこっちの土俵っていうか、警察っていう我々の職業上のあくまで仕事をするだけだから。うん、まあ、警察っていう仕事をするっていうことをよく考えてみたら分かるかもしれないな。うん、まあ多分裁判する気はなさそうですけどね、ギャングが。
それで分かった、結局多分武力行使になると思う。そう、警察を襲うっていうんだったら受けて立ってやろうじゃないかって話だよ、うん、だからいつも通りなんか殺し合いになる、うん、なるっすよね。まあだから監禁されるみたいな事案にまた発展する可能性があるから、そういうことも実際に発言内容であったし、まあ、でも考えてみたらまあ分かるかもしれんけど、うん、向こうがそれをやってくるっていう、まあ言ってくるじゃない、うん、向こうがそうやってじゃあ警察そんな、うん、あのこっちの言い分聞かないんだったらお前らを襲ってお前らを、うん、あのまあ、まあ、言ったら襲ってやると、それで弱腰になってじゃあっていう風にやる方が俺は良くないと思う、うん、警察として守るべきはあのギャングの顔色じゃなくて法だから、だから向こうがそれで襲ってくるっていうんだったらこっちはしっかり準備してそれに立ち向かうまあ状況を作っとく、それに尽きると思うけどね。うん、そうですね、ごもっともだ。それ以上でもそれ以下でもないと思う。うん、まあ別に難しいことではない。まあ難しくなるとするならば状況がもっと複雑だったとかなんか他の要因が加わったとかってなるとまあ話し合いが必要かもしれないけど、1対1でギャングが警察を警察署のまあ上空だったけど警察署の敷地内でこう攻撃したで、しかも、うん、あの事件に関わるようなあの人物が攻撃したっていうのだけが事実だから、うんうんうん、それでいいと思うぞ。はい、了解です、うん、まあ、でもあとあの結婚取り、あ、そうね、そんな話もあったんで、お結婚ギャングアジトに結婚があるときにのこのこ警察が入ってきてみたいな、もう実際危ないのでっていうことも、いや、あー、ギャングのアジトにあれか、でも確かにそれはそうかも、まあ、うん、それはそうだね、まあ、それはそうというかその安全度合いを考えたらって話だよな、結局そこでまあ一人で行った、まあ一人でも何人でもいいけど多勢に無勢っていう状況が発生する可能性があるだろう、うん、うん、そうなったら、まあ、どちらの方がより安全かって考えたらまああまり敵のテリトリーには入らない方が安全とも言えるよな、まあ、もし行くなら、うん、まあちゃんと準備をしてって感じですかね。まあそれ相応の、そう、集めてこちら側もね備えをした上でやる、まあ、やられる気持ちもね、うん、まあやられる気持ちも、うん、もちろんだけど、うん、市内でノコノコやってたらぶち殺されてもまあ当然ちゃ当然だ、文句は言えないですね。ギャングアジトにノコノコ入ってくの意味わからんからな、うん、まあそれは向こうのやっぱテリトリーなわけだからね、こっちがうかつに入ろうもんなら向こうが何してくるかっていうのは責任はね、もう自己責任になるからね、それは。その覚悟を持ってきてんだろって話だもんな。そう、うん、向こうが何をしようとしてももう、まあ、言ったら向こうの勝手だからね、やっぱりそれは、うん、うん、まあ、こっちのうかつな行動っていう話になって、うん、まあ、うかつというかまあそうだな、もうちょっとこう備えをあった方がいいなって感じだな、打たれないのが当然みたいなものはちょっと、うん、なんかあってもおかしくないかなくらいの。今回に関してはじゃあ俺がちょっとまあちゃんと理解してなかったんで、その旨あの感じになっちゃったんで、それはちょっと申し訳ないですね、みんなには。なんか弱気みたいな感じになっちゃったな、それは申し訳ないですね、まあ、一応言ってこい言わせてもらいます。はい、別にその状況としてね、あの一人で判断するとかはまあ無理だと思うからね、それはだから全然まあ構わないんだけど、あ、今一度考えてみたらその警察署襲撃かどうかっていうのはもう警察で判断して出した答えがそのこれすなわち警察の答えだから、まあ、うん、向こうに譲歩してやる必要はないと思う。はい、うん、はい、了解です。でも今後のためになる、まあそう、あの、いい事例じゃない、それもまあふわっとしてこのまま流れてたとしても またいつか絶対こういうことって起こるし、絶対まあ何度かもう1年ぐらいずっと起きてるからね、うん、何度か起こってるだろう、うん、てか それで確かだってもう警察襲撃のラインが決まったじゃないですか、これも、うん、まあそのそうだね、警察署
まあ、向こうからしてもそれやっぱり警察署襲撃って意図したものなのか意図してないものなのかっていうのはあると思うんだよ。でそれが実際、まあ、今回アンブレラは意図しなかった警察署襲撃なのかもしれない。でも俺らは襲撃されたって認識があったら、で武井は実際あったわけだよな。そうですね、もう止めようとして、うん、もう来ないだろう、普段だったら、普段も知ってるんで、うん、普段だったら来ないだろうってところまで結構詰めてきたんで、うん、驚いの方が強いですね。武井がそれをあの襲撃であって認識して、みんながその確認をした上でそれが襲撃だっていう風にみんなが疑問なく思うんだったら、それが答えだから、うん、うん、だからそこはもうみんなで自信持ってほしい。はい、うん、はい、な、2週間ぶりに来た俺がこんなこと言うのあれだけど、自信持てお前ら。はい、なあ、すいません、じゃあこれを機にもう一ついいですか。なんだ、あの所長、あのマックさんの借金早く返してもらっていいですか。あ、すいません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 、でけえ、やばい、あのちょ書き消されててちょっと全然聞こえなかったから、さちょっとメッセージでも、いやメッセージでも共有したんですけど、所長があのマックさんに借金返さないせいで、あ15億借金あるって聞いたけど、マックさんが14.5億だって、返さないとあのマックさんが警察署の15億だって、あじゃなくてあの1ヶ月経って増えたって言ってました。利子だろ。いやちょっと待って、そあとなんかちょっとこの前減らしたし、なんならだからそのまただから8月になってまた1億増えてます、うん、ああ利子結構高めなんだな。いやもう向こうもだいぶえぐいことやってるって、お前らもわからん、逆に違うんです、返さないとあのマックさんは警察で働くって言ってます。いやそれはさせないよ、させないけど違う、所長そうなんですよ、させないのはわかるんですけど、いつも起きてる僕たちに負担かかるんですよね、警察署に遊びに来て、そのせいでいつもマックさんの対応して所長が借金を返さないせいで、俺がだいぶえぐいことをされてるっていうのはこうわかんないですか。所長だってあなたマックさんは警察署員のために10枚ぐらいレポート書いてきてるっていうから、調査レポート何を、うん、すいません所長のことばっかり言うんですけど、やっぱ事実は借金してますよね、うん、借金してるっていう事実ありますよね。気持ち関係ないからな。そう気持ちとかじゃないですよあのね、あれおかしいな所長、ちゃんと返してくださいねそれはそれ、これはこれなんだけど、うん、あのいやいいよ借金してますよ、はい、はい、もうしてます、僕紛れもない事実ですよ事実、いや、はい、違うあのいや半切れとかじゃなくてさ、別に事実ですよあの借金してます、はい、してますよ、はい、でも、はい、えぐくないですか、毎月1億利子ってえぐくないですか、やってること向こう、でもそれはもうそっちで話し合ってください俺たちに残ってる事実は所長がマックさんに借金してるっていう事実のみです。もうそれ言われたらさ、もう別に俺な何も言い返せないっていうか、もうその通りですしか言えないんですけど、はい、その通りです、私は 14.5 億、まあ今知らないです、15億になってるか分かんないけど、はい、やってます借金。そうですよね、返せません、消えませんこの借金は。消してください頑張って。いや消したいよ、 お願いですから消したいよ。すごくしたものは仕方ないよ。うん、したもん。だってもう市民の間でもなんか所長が GBC のアジトに入ってなんかマックさんの付き人やってるみたいな感じで言われてるよ。全然違うけどね。なんだそれ。なんだその噂。なんかマックの付き人やってるって。なんだその。あの所長はクビにしなくていいのかって。あることないことの究極みたいな。むちゃくちゃ言いやがって。2週間ぶりに起きたと思ったらじゃあマックさんの護衛やってるんです。違うよ。ちょ返しましょうお金は。それはそう。もう警察銀行からもう15億抜いて返しましょう。いやちょっと待って、それはさ、はい、それはなんだろうね、うん、例えば言うならばその、あの悪魔アイルじゃんそれ。ん？わかる？古いっすよ。結構古いっす多分。いや悪魔アイルじゃんそれ。何の話ですか？わかるそれ。全然わかんないです。わかんないか。今の子にはわかんないんですよ。わかんないか。え？悪魔アイルが。悪魔アイルじゃんそれ。一発で人で。警察金庫から金取ってマックに返したらもうそれ悪魔アイルじゃん。でも返さないとマックさんが警察署来ちゃいます。いやそれはだから俺頑張って返すけど。悪魔アイルわかんない人多すぎだろ。え？終わってるわ。悪魔アイルわか。え？まあ会議はこんな感じですかね。なんだこの変な終わり方。なんだこの変な終わり方。